はい、今日はこのコマではですね、プロテインデータバンクの座らせていただきます。PDB というデータベースの、データベースを使った、講習をしたいと思うんですが、まず僕自身の紹介からですね、大阪大学から来ました鈴木博文です。で、僕はですね、バックグラウンドはタンパク質というか生体分子の立体構造を解析する、そのデータそのものよりも解析ウェットな方から来たものです。で、ちょっと変わってまして、普通この分野はですね、 X 線結晶学という方法が、メジャーなんですが、僕は電子顕微鏡を使う方法をやってました。で、その電子顕微鏡を使う方法っていうのは、ちょっと脱線しすぎですね。まあいいや、ちょっと次に行きます。で、今はPDBJ というところで、ツール開発したり、その、まあ、どっちかというと専門家向けのサービスになるんですが、そういうのの開発をしています。で、今日の講習の後で出てくるよろずみっていう、ウェブサイトを作っているのは僕です。で、あと、UCSF キメラっていうのを後でちょっと、デモというか、まあインストールされた方は一緒に使っていただきたいと思うんですけど、それに関しては単なるユーザーです。で、今日ウイルスとインフルエンザウイルスとその薬の話をするんですが、僕、ウイルス学も薬学も専門外なので、そういう人が喋ってるんだなと思って、あまり真面目に、なんていうか、クリティカルな応用をしないでくださいという話ですね。で、あとはい、こういう講習会ですね、僕年に数回やる程度です。で、学生の前で毎週のように喋るような立場ではないので、教えることプロじゃないんですね。で、講習会いつもそうなんですけど、皆さんこうパソコンを触ると、でなかなかリアクションがもらえないので、ちょっと厳しいので、いつも最初にお願いしてるんですけど、分からないところとか詰まったところとかあったら、こうアグレッシブに止めて、質問とかあったらそういう止めていただきたいと思います。こっちから見てると本当にわからないので、今日の講習なんですが、まあこんなふうに5つ挙げてみました。なんとなく1つ15分ぐらいでやっていくといいかなと思ってます。で、はい、この講習なんですけども、そうですね、最後に UCSF キメラっていうフリーウェア、非営利利用だったら、フリーっていうソフトを使おうと思ってまして、やっぱり入れてインストールしてみようかなっていう方は、多分講習の間結構、暇もあると思うので入れてみてください。で、この講習なんですけども、そのどっかゴールに向かって進んでいくとかそういうのじゃないし、特に具体的な知識とか技能とかを得るものではなくて、どっちかというとそのまずは触ってみるとか、こうふわっとしたもの、なんていうか、こう匂いを嗅ぐというか感触を得るというか、そういうのにしようと思っているので、思っています。で、特にそのコンクリートな具体的なゴールがあるわけじゃないので、今日のこの、ナンバーファイブまで行けるかどうかわからないし、すごい時間が余っちゃうかもしれないんですけども、まあ、時間が余ったらちょっと予備で用意してある過去の講習会のテーマをやって、時間足りなかったらもうそこでバサッとやめようと思っています。で、はい、あとそうですね、この資料を、作るときに、その実際に手で行うことは手のアイコンで、確認することを目のアイコンで作ってみたんですけど、そうしたら分かりやすいかなと思って作ってみたんですけど、あんまり分かりやすくなりませんでした。ごめんなさい。で、ちょっと前置き非常に長くて失礼なんですが、すいません。これだけ最後の前置きで、今日のテーマはタミフルという薬にしました。なんとなくテーマあった方が、入りやすいかなと思って、でインフルエンザ治療薬のタミフルを、テーマにします。で、そうですね、成分の名前はオセルタミビルという物質ですね。で、これを選んだ理由の一つとして、これが一般的に構造生物学のタンパク質の立体構造から、設計された薬だという、なんとなくそういうふうに言われているということと、いろんなブラウザで、性能があまり良くないパソコンでも
パパッと見ることができるとか、いろんなちょうどいい理由があるので、なかなかこれ以上面白いネタが見つからないっていうのもあるんですけど、まあそんな感じでちょっとマンネリ化してきているんですけども、これを使っています。でですね、3CL0 という ID を持つ、データを使うことになるんですけども、ちょっとだけ、先にネタバレしておきますと、そうですね、ちょっとごめんなさい、順番がちゃんとしてないや、薬がタミフルですね、オセルタミビルという物質ですね。で、タンパク質がノイラミニダーゼというタンパク質です。で、そのノイラミニダーゼが変異を起こしてタミフルが効かなくなったインフルエンザ、N1 型のインフルエンザウイルス、A 型の N1、H5N1 かな、多分そのインフルエンザウイルスなんですけども、の、タミフルは効かない、でもリレンザはまだ効く変異を起こしたインフルエンザウイルスのノイラミニダーゼを見ていきたいと思います。で、この解析の論文はネイチャーに掲載されているので、まあなんか後でデータ見たときに、まあネイチャーの論文が気になる方は後で見てみるのもいいかもしれないです。ちょっと時間使いすぎちゃったかな。でですね、まあちょっと PDB というのはどういうデータベースなのかっていうのを本当は最初に説明するのが筋だと思うんですけども、多分だんだんつまらなくなっちゃうので、まずは最短距離でですね、立体構造をまず見ましょうということで、まず PDBJ のトップページを開いてみてください。で、その開き方なんですけども、PDBJ をという4文字でググっていただければ多分トップ来ます。PDBJ。はい、日本タンパク質構造データバンク来ますね。PDBJ です。これが私たちのウェブサイトです。で、今絡むっていうか3列っていうんですかね、表示になってますけども、まあ皆さんもしブラウザを小さくしてされたりしている方は、このメニューの行が出てきてない、列が出てきてないかもしれないですけども、まあ気にしないでください。で、スマホとかで見ると真ん中の部分しか出てこなかったりするんですが、その辺は、画面が狭い場合は、そうですね、ここに左にメニューっていうボタンが出るので、ここにメニューが出ますが、今日はメニューこれ使わないです。PDBJ いろんなサービスを、提供してまして、このメニューにいろいろあるんですが、はい。で、ちょっといろいろ前向きもありますが、そうですね、皆さん初めての方多いと思うんですが、初めての方のガイドも作成してます。その先ほども言いましたけれども、どっちかというと PDB は専門家向けのデータベースですので、とはいえその立体構造を絵描いたりするのはその教育上も結構有用だったりするので、高校の先生とかにも使っていただくということです。専門家以外の人に向けたページも頑張って作っています。はい、でそういう話がここに書いてある。で、サービスがすごいたくさんあるので、サービスを探すためのサービスっていうのがここにありまして、まあそんなレイアウトです。で、何するんだっけ。はい。で、データベースなんで、はい、検索ボックスが上にバーンとあるということですね。はい。で、はい。で、実際にそうですね、今日のテーマのインフルエンザっていうのを検索してみましょう。ここに、まあ、インフルエンザって打ってみてください。あれ、インフルエンザ。で、いろいろなものがヒットします。インフルエンザにちなんだもの、インフルエンザウイルス由来のもの、全然関係ないものもヒットするかもしれないんですけども、で、まあこういう ID のついたいろんなエントリーがありますし、まあまずはですね、ちょっと先にその PDB のここ上にあるタブで PDB って書いてあるんですが、 PDB のエントリーも見るのもいいんですが、ウェブページっていうタブを押してみてください。で、これ113インフルエンザノイラミニダーゼっていうページがあります。で、このウェブページっていうのはつまり、ヘルプページだったり、
非専門家の方に向けたページだったりするのがヒットするんですが、このノイラミニダーゼっていうのをクリックすると、今月の分子っていう、毎月毎月その専門家じゃない方に向けた非専門家に向けた、分子の説明ですね、生体分子の説明をしているページがあります。で、このページオリジナルはその RCSB っていう研究所の、デイビッド・グッドセルという先生、サイエンティストでありアーティストでもあるすごいこのジャンルで有名な人で、こういう絵を描くことですごい有名な人なんですけども、そのデイビッド・グッドセル先生が作ったのを、PDBJ の工藤さんが日本語に翻訳しているというそういうものです。で、まあ、非常に PDBJ でもなかなか人気の高い、アクセスでもアンケートを取ってもすごい人気が高いページなので、皆さんなんか、興味があるタンパク質をもう少し知りたいと思っている時は使ってみてください。で、はい、ここで何をするかというと、そうですね、まあ今日は、まあ今は読んだということにして、この辺のことをこのページから学んだつもりになってください。まずノイラミニダーゼは糖鎖を切断する酵素ですね。細胞の中で、例えば人の細胞の中で増えて、インフルエンザウイルスがバンバン増えていって、じゃあ出てこうかっていう時に、人の細胞を取り囲んでいる糖鎖をブチブチっと切って、次の細胞に逃げていくという、そういう酵素ですね。で、いくつかの薬がその押せるタミビル、タミフルですね、タミフルなどはそのこの酵素をブロックすることによって効くという、そういう薬です。で、そのノイラミニダーゼの PDB データを見てみましょうということなんですが、まあこのページ、先ほどのページに戻って、3CL0 のデータを見たいと思います。で、まあ、3CL0 っていうのはその PDB の ID なんですが、まあ今日はなんかネイチャーとか読んでて興味を持って、ネイチャーに 3CL0 って書いてあったなとか、そんなストーリーだと思って入れてみてください。 3CL0、 大丈夫ですかね皆さん。そうすると、ID を入れた場合はですね、キーワード検索とは違う ID っぽい文字列が来ると、キーワードとは違ってもいきなりそのエントリーのページが開きます。で、いやそれキーワードのつもりで打ったんだけどっていう場合は、まあこの辺でそっちにキーワード検索してみることができます。で、まあ概要のこの、上にいろんな情報を表示するタブがあるんですが、まずは概要をチラチラって見ていくと、はい、由来はインフルエンザ A バイラスですね、 A 型インフルエンザウイルスで、分子名称というところ、ノイラミニダーゼとか、なんか 長いこれ先ほど出てきた IU パック名ですが、タミフルの名前が書いてあります。あとカルシウムイオンが入ってたり、まあそんな分子ですね。それがこのデータの概要です。ああそうですね、あとさっき言ったそのネイチャーの文献ですね、主引用文献ここにあるんで、ちょっとこの建物の中であんまりネイチャーのページ開かない方がいいのかよくわからないんですが、開くことができます。はい、多分著作権とかであんまりよそで論文のページ開いちゃいけないような気がするので今日は開かないです。で、まあ多分いろいろここに上にあるタブを、開いていくといろいろ情報あるわけですが、まあまずは構造を見ちゃいましょうということで、構造ビューはさえ開いておけば、あと僕の話つまらなくてもこれで遊んでいられるので、なんとなくいい講習を受けたなって気分になってもらえると思います。で、はい、構造ビューアーは右側にあるこの絵ですね、絵をクリックすると開きます、開きます。ちょっとみんなで一斉にやると時間かかるんですが、もっと普段はサラサラ動くと思います。
で、これはPDBJ で開発、PDBJ でっていうか、PDBJ にいるオランダ人のベッカー君っていうオランダ人が作っている、分子構造ビューアーですが、こういうの皆さん触って遊んだことありますかね？初めてですかね？マウスでドラッグしてくるくる回すことができます。で、ホイールの回転ですね。で、拡大縮小ができる。で、タッチパッドしか持ってない方はあれですね、2本指で上下したりするといいのかな。右クリックのドラッグでも、はい、拡大縮小できます。で、今これ、表示は、リボンモデルという、この業界ではみんなよく使う表示なんですが、これだとちょっと原子よくわからないよっていう場合は、こうワイヤーフレームだとか、Q っていうのは CPK っていうのはあれですね、ファンデルワールズ三系で、なんか違う気がするな、ファンデルワールズじゃないな、はい、そういう絵も描けます。で、色の塗り方も、変えれまして、今これは、タンパク質の配列の、N 末端から C 末端まで青から赤で書くような風に書いてるんですけども、例えばこれが配列で色分けってやつか、あるいは、チェーンごとって言っても、これチェーン1本しかないので多分一色になっちゃいますね。と、原子別っていうのと、まあ、二次構造別とか、まあ、そんな風にいろんな絵が描けます。で、もう一つですね、このエントリー、もう一種類構造がありまして、右側の絵の、メインウィンドウに戻って右側の絵の下の方の絵ですね、先ほどの今月の分子っていうところでは、4個こういうふうに分子が集まってる絵が描かれてたと思うんですけども、この酵素は4両体で働くと言われているものです。で、その4個集まった構造も、登録されています。それが下の、生物学的単位っていう書いてあるものですね。そうするとこの4個の構造を見ることができます。で、これ、PDB の非常に難しいところでして、後でちゃんと説明します。今はまあ何種類か構造が登録されているんだなというふうに、思っておいてください。はい、ここまで大丈夫ですかね。で、あとはメインウィンドウに戻って、構造情報というのがありますね。ちょっとここ見てみましょう。で、すいません、なんかこの PC で見るとなぜか異様に字がちっちゃくなってしまってるんですが、皆さんどうですかね、読めますかね。この構造にはどういう物質が、エンティティっていうところですね。エンティティって日本語にしにくい英語なんですが、このカタカナで書くのもどうかと思うんですが、物、物っていうか、構成要素ですね。で、2はこれにはですね、ノイラミニダーゼが1個、なんか長い名前の化合物が1個。で、これ G39 って ID が振られています。で、 G39 っていうこの ID はですね、先ほどいろんな ID が化合物の説明で出てきたんですが、残念ながらこの G39 っていうのは PDB だけで、 PDB にしか通用しない狭い世界での ID です。で、カルシウムイオンが1個入っているという、そういうデータです。あと水分子がいくつか見ることができます。で、そうですね、ちょっとさっき構造ビューを見てるときに言おうと思って忘れてたんですが、X 線結晶学では水素原子が見えないですので、こういう絵を描くときに水素原子を描かないことが多いです。なんでちょっと皆さんがイメージされているものと違うものが見えるかもしれないんですが、化学専門の方にはちょっとそういうのは覚えておいてください。そうですね、
なんで、そうですね、水が入ってるって言ったんですが、水はなので分子構造ビューアの中では赤い丸1個だけです。酸素原子が表示されるだけです。であとここに配列ビューアっていうのは、このタンパク質の配列と、二次構造と、なんか、登録されている結合部位だったりドメインだったりあったりすると、ここに表示されたりすることがすることもありますという話ですね。構造情報タブ、次実験情報タブの情報ですけども、何見るんだっけ。はい、実験、上に戻って実験情報というタブの中を見てみると、この構造がどうやって解き明かされたかということが、まあちょっとこれ情報量少ないですけども書いてあります。でこの方法は、これは X 線 X レイディフラクション、 X 線解説ですね、 X 線結晶学で解かれた構造ということです。でまあこれはもう本当にマニア向けなデータなんですが、要するにですね、このデータベースは、実験結果のデータベースです。先ほど出てたような化合物のデータベースは、いろんなところから集めたその化合物を、なんて言うんだろう、そのデータを主体としたその百科事典のようなデータベースなんですけど、これは、これ全く同じタンパク質を別の人が別の実験で解いたら別のエントリーになる、タイプのデータベースです。はい、同じ人たちが解いても別の結晶だったら別のエントリーになる、その実験か、観測が1個のエントリーとなるデータということです。まあそんな感じでですね、ちょっとここから真面目に PDB っていうのはどんなデータベースなのかっていうのと、僕らの組織の紹介をしたいんですが、まあその、組織のことなんか興味ないよっていう方は先ほどの構造ビューアで遊んでいるといいと思います。でそう、こういう話をするときに僕はいつも使うネタがありまして、PDB は2つの側面がある、そういうデータベースです。で PDB は、世界でたった1つ、他にないデータベースです。PDB のライバルとかいないです。もう PDB に、PDB しかなくて PDB に全てがあるというような世界です。で、ある意味そのデータは厳重に隠されてますし、ものすごい厳格に管理されてます。でまた別の側面もありまして、 PDB みたいなデータベースすごいたくさんあります、世界中に。で誰でも簡単に手に入って好きに使うこともよくって、勝手に改変して勝手に公開するのは OK です。でまあどういうことかなと思いながら話を聞いていただきたいと思います。で、まあ皆さんなんかわからない言葉があると Wikipedia に尋ねるという日々だと思うんですけども、 PDB っていうのも、まあ、Wikipedia に聞くと大体ほとんどのこと書いてありますので、まあ読んでくださいねっていうことなんですけども、ポイントは、まあ実験する人が直接登録するタイプの、データベースですね。で、はい、この、業界っていうか構造生物学の業界ではもうインフラ的なデータベースです。これしかなくってみんなこれに登録しています。で、まあこれも Wikipedia に書いてあることなんですが、歴史は1971年に始まってまして、もうこの1971年ってパソコンとかインターネットとかデータベースっていうのはもう今とはまるで違うものだった時代だし、すごい古いということが分かっていただけると思います。で、1998年に、ラトガス大学の、構造生物学研究所ですね、RCSB に移管されています。ちょっとこれはまあいろいろまあいいやはい。でその組織が変わるときにですね、その PDB はもう、構造解析する人にとっては大事なインフラなので、そんなその、ある国の事情であっち行ったりこっち行ったりされたら困るよねっていうことで、ちゃんと国際組織を作りましょうということで、ヨーロッパと日本の、人たちが集まって話し合ってちゃんと世界の PDB というのを作りましょうということで、2003年に設立されたのが WWPDB です。でこの WWPDB が、現在 PDB を運営している
組織の名前です。よく未だに勘違いされているというか、雑誌でもネイチャーとかでも RCSBPDB というのをデータベースの名前のように書いてるんですが、それは間違いで WWPDB が組織の名前です。で、このデータベースの運営ですね、データの受け入れは世界中からデータを集めるわけですが、いろいろしがらみがあって PDB の登録事実上義務になっています。構造解析をする上で、はい。で、その登録の受付したりデータの検証したりその品質管理をしたりするのは PDB のさっき言った3つの日本とアメリカとヨーロッパの3拠点で分担しています。これはもう単純にどの国の研究機関から来たデータかで分けてて、日本はロシア以外のアジアを受け持っています。で、共通のルールで、専門のトレーニングを積んだアノテーターが、共通のソフトウェアを使って注釈付け、検証注釈付けを行っています。で、全拠点で共通のたった一つのデータベースにしています。で、その新しく来たデータはいついつに公開するというのは厳密に決められるので、その時までは隠します。厳密に、でそのアノテーターさんたちがいる部屋はもうきっちりと電子ロックがかかった別の特別なネットワークの中にいるところで、本当に隠していますデータは。っていうのはその、他のジャンルも今時はそうだと思うんですけども、非常に競争が激しいので、そうしないと誰も登録してくれないからというのもありますが、で先ほどPDB の登録が義務だという話をしたんですが、これ例えばネイチャーの、例ですね。ほとんどの他の、論文誌もそうなんですけども、生体分子の立体構造のデータを、論文を出すときは必ず WWPDB に登録しなければいけないというのが決まっています。で、あと2種類のデータベース下に書いてあるんですが、BMRB というのと EMDB というのも書いてあるんですが、この2つのデータベースに関しても実は今日はあまり話さないですけども、 WWPDB が、関わったり実際に運営したりしているデータベースです。というわけで、はい、PDB にデータ登録しないと論文発表できない。だからその、企業が秘密でこっそり解き明かしている構造以外の構造データは全て PDB に来ます。で、一旦そのデータ公開することになると、その週に公開することになったデータが、グリニッジ時間の0時ですね、毎週水曜の0時に日本時間で朝の9時に、一斉に公開されます。で、公開した瞬間にそのデータはパブリックドメインになります。で、誰がどう使っても文句言わないです。はい。で、その後はもうそのデータをどうしてもどうしようが自由なので、各拠点が独自のツール、独自のユーザーインターフェースを持った、方法で公開していると、そんな感じの話です。で、PDB という名前をいろんなところでいろんな意味合いで聞くと、使われているんですが、ちょっとここで整理しておきたいのが、その PDB はデータベースの名前ですね。で、公式のアーカイブ、データのまとまりの、アーカイブの名前も、PDB アーカイブという名前です。で、もう一つですね、PDB というファイル形式があります。で、拡張子は .pdb だったり .ent だったりするんですが、先ほどの化合物のところでもちょっとファイル形式のところで PDB って出てきてたんですが、まあそういう形式のファイルがあります。あと組織名が PDB だと思っている方多いんですが、そういう PDB という組織はなくて WWPDB っていうのとか、そのメンバーである PDBJ とか RCSBPDB とか PDB とかがあります。はい。で、そうですね、先ほどその PDB すごい力があるような言い方をしたんですが、その必ず登録しなきゃいけないということで、その支配者みたいに思っちゃう方もいると思うんですけども、実はそうじゃなくて、私たち WWPDB っていうのは、諮問委員会という WWPDB、アドバイザリーコミティっていう諮問委員会がありまして、そこで決定された、各分野の専門家ですねによって、決定された事項に従って運営しているということです。
でちょっと まとめみたいな感じで、もう一回説明したいんですが、WWPDB という組織がありまして、PDB といくつかのデータベースを管理しています。でユーザーが登録、ユーザーというかデポジッターが登録します。構造を解き明かした人たちが登録して、それを生データですね、生データを公開するところまでが、WWPDB の仕事です。でこのデータはもう公開された後は誰が何をしてもいいデータなんですが、WWPDB のメンバーもそれぞれ独自の UI を、とかその検索インターフェース、表示インターフェースを作って公開しています。それが先ほど触っていただいた PDBJ のページです。で、このたった一つのデータベースっていうのは、たくさんあるデータベースっていうのは両面性分かっていただけたんじゃないかなと思います。というわけでですね、はい、また手を動かす作業に戻りたいと思います。じゃあですね、もうちょっとそのノイラミニダーゼの、詳しく見ていきたいので、これ僕が作ってるよろずみという、ページを使いたいと思いますが、その、はい、よろずみっていうのはいくつかのデータベース、構造データベースに登録されている立体構造を、簡単に見ることと、他のデータベースからユニプロットとかからの情報も盗んできてきれいに見てやると、それを構造ビューワーをもうちょっとインテグレートして便利なインターフェースにしてやろうという、そういうものです。なんとなくイメージできますかね。でそのよろずみを開いてみたいと思います。今セルタミビル 3CL0 のページ開いてると思うんですが、ここからよろずみに行きたいと思います。で 3CL0 のページ、閉じてしまった方はですね、また PDBJ のページ行って ID のところに 3CL0 って打ったらいいと思います。で、右側にですね、このページの右側に、他のデータベース、他のデータベース情報というところがありまして、その3つ目ですね、ここによろずみってあります。大丈夫でしょうか皆さん。で、ちょっとマニアックな情報もいろいろ入ってるんですが、こんな感じですね。これで概要情報こんな感じで、何から見ていくんだっけ。そうですね、先ほど2通りの構造が登録されているという話をしました。これちょっとよろずみでもう一回見直してみたいと思います。で、ぐざーっとスクロールして、集合体っていう書いてあるところまで、あるいは右側にメニューが出てる人は集合体ってとこをクリックすると、これがナビゲーターになってるので集合体のところに行けます。でこのデータには、ここはちょっと僕がこだわって作ってるところなので、すごい詳しく集合体の情報が出ています。これもビューアーで見ることができるんで、ちょっと押してみましょうか。先ほどと同じモルミルが、ちょっと僕が改造したモルミルですけども、来ないな。はい、ちょっと大勢で使ってるからあれですかね。ファイルの転送が。で、ポイントはですね、登録構造単位、先ほどはそのユニットっていう単位っていうのを言葉を使ってたんですが、今ちょっと時代変わりまして、集合体アッセンブリーっていう言葉を使うようになってます。これあとでデータのフォーマットの違いの話をするんで、その時にまた言いますけども、ちょっと用語体系がちょっとずれてきてましてですね、今アッセンブリーっていう言葉を使われてます、この部分で。登録されているアッセンブリーのは、これが1個だけのものですね、このデータに関して。で1番って付けられているものが、4つ、タンパク質が合わさってる。で、どういう組成かっていうのはこの部分に書かれています。これクリックすると、ノイラミニダーゼと他の分子が入ってますよっていうのを見ることができます。で、詳細情報も他のタブをクリックすると出てきますけども、で、これが一体何っていうことで、
ここだけちょっとちゃんと説明しないとなかなか PDB 嫌なデータベースになってしまうので説明したいんですけども、PDB に登録されているデータのほとんどは先ほども言いましたが結晶構造です。結晶構造っていうのは同じ物質がたくさん入っててずっと繰り返されているものですね。これ計算の中では永遠に宇宙の隅から隅まで埋め尽くしているものとして、計算の中で扱われているわけです。で、それ全部その登録するわけにもいかないので、まあ、最小単位でを登録することにします。で、最小単位っていうのは例えばこの図で言うと、ユニットセルっていうのが結晶格子、単位格子って呼ばれるものがあって、これはその平行移動だけでこの結晶全体を表現できる最小単位ですね。それが単位格子です。で、さらにこの単位格子は2回の回転軸を回転対称軸を持ってまして、この真ん中でくるって180度回すとまた元と見分けがつかなくなるというそういう軸を持ってます。で、この対称軸っていうのは実は結晶全体に言える話でして、例えばここの軸の周りにこの結晶全体をこの宇宙全体をですねぐるっと180度回しても元と見分けがつかないというそういう意味です。で、そういうのをその結晶学的非対称単位という名前なんですけども、これを単位としてこのデータ登録者は計算したというそういう意味ですね。ちょっと話長くなっちゃってるんですがごめんなさい。要するに計算に使った構造の単位です。で、実際の結晶は無限に続いている物質です。で、ちょっと端折りますが、で、実際にただその最小単位っていうとそのこのノイラミダーゼの場合は1個の1本のチェーンになってしまって、先ほど見た実際の生態の中での形と違うものになってしまうので、何か根拠がある場合はその結晶の中にもしその生態ので働いて、あるいはその溶液の中の状態に近いものが見つかる場合はその結晶の中をどうくり抜いてもいいし、そのユニットセルより大きくてもいいし小さくてもいいので、それでもしそういう単位があったらそれもアッセンブリとして登録しましょうということになっていますので、そういうのがここに載っています。1個とは限らないし1個も登録されてないこともあります。で、そうですね、ちょっとここで脱線したいと思うんですけども、例えばこれの関連データとして登録されている、ちょっとここはついてこなくてもいいんですけど 3CKZ ですかね。これの場合はこれは同じでしたね、失礼しました。8本のチェーンが入っているのが、登録構造単位です。結晶学的非対称単位が、これです。8本ノイラミニダーゼが入っています。っていうのはその4両体の、アッセンブリーが2つ入っているのが非対称単位ですね。それで生物学的単位はこの4両体だと、4両体がこっちとこっちに1個ずつあるので2個という、そういう結晶の中で要はどう並んでいるか、それをその解析の時にどういう数学でやっていくかというのに登録構造単位は支配されています。なのでその生物学があまり関係ないところに行っちゃってるんで、こういう情報を入れて、なるべくそのバイオロジカルの方に見方ができるようにしようとしているのがこのアッセンブリの情報です。41分。で、あとそうですね、構成要素をちょっとよろずみに戻って構成要素をチェックしていきたいと思います。で、さっき構造情報っていうタブの中に書いてあったことがここを来るともう少しいろいろ見ることができまして、まずノイラミニダーゼですね、ウィキペディアのリンクももし見つけることができたらここに表示されます。で、あとはい、A 型インフルエンザウイルス由来とかいうこと書いてありまして、あと関連データベースのところ話がですね、この機能っていうタブに
あります。ちょっと先ほどその、インタープロとかの話出てたんでこれ話す予定なかったんですが、せっかくなのでちょっとこれここにもあるよっていう話、インタープロとかですね、 PFAM とかの情報が見つかったらここにも書かれるようにしています。で、配列を見るんだったかな、ごめんなさい。あ、各種1個ずつ見ていきましょうって話ですね。あと、はい、2つ目の化合物っていうのはこれがあれですね、オセルタミビルですね。さっきはオセルタミビルって書いてなかったんですが、ここちゃんと書いてあります。オセルタミビルカルボシレート、まあ大体オセルタミビルです。大体タミフルです、これが。で、先ほどせっかくパブケムの、いろいろ見てたんでオセルタミビルも行く予定なかったんですが、行ってみましょう。オセル、ここにある ID ですね、ケムコンプ G39 っていうところをクリックするとケミカルコンポーネントのよろずみのページに行けます。でこれ PDB の公式データに入っているデータなんですが、ここにもですね、さっき見てたようなスマイルズとか、インチとかインチキーとか入ってます。で、はい、こういう構造データに入っているという話ですが、で、パブケムにはここにリンクがありますね。多分これ、作っといて忘れちゃったんですが、インチキーで飛ぶんだったと思います。インチキーですかね、これね、はい、ここありますね、オセルタミビル、はい、これでパブケムにも行くことができますということで。で、この講習の、ゴールはあれですね、なんでタミフが効かなくなっちゃったかっていうのを見たかったので、あんまり寄り道せずに、あ、そうか、すいません。で、構造ビューを見る話でしたね。構成要素のところに、このような指の、アイコンがついたボタンがあちこちにあります。で、これクリックすると構造ビューアーの中で、ちょっとごめんなさい、表示されないですね。困ったな。まあしょうがない。構造ビューアーの中で、クリックしたものが、ピカッと光ってそこにフォーカスされるっていう機能なんですが、すいません、今ここでできないってことは皆さんできてないですね。さっき動いてたのにな。はい、絵見てごめんなさい、我慢してください。まあこんなふうにですね、選んだところを、その部分をにフォーカスして、その部分をズームアップしてその部分がピカッと光るという、そういう機能ですね。いろんなところにあるので、この物質だったりこのドメインだったりを、構造ビューの中で見ることができます。で、例えばその今見ようと思っているところはオセルタミビル、タミフルがひっついている、結合残球を見たいんですけども、そういう時は、その前に配列を、そうか、配列ビューアーを見てみましょうということで、これをクリックすると配列ビューアーが出てくるので、で二次構造に従った色付けがしてあるわけですが、配列の部分を適当にマウスでなぞるとですね、本来なら、その部分がピカッと光るようになってるんですが、ちょっと構造ビューが動かなくなっちゃったので閉じてみるか。他動いてるからネットワークじゃないですよね。ちょっといつも平気だったんですけど、すみません、40人ぐらいの講習会とかでもちゃんと動いてたんですが、まあ絵を見てこんな風になるなって思ってください、ごめんなさい。で、配列は配列の部分を選択するとここの部分だなっていうのが光ると。で、ノイラミンダーゼ、結合部位はですね、V っていうタブがあるのでここを押して、この G39 がタミフルなので、タミフルの結合部位っていうのをこのボタンを押すと、ボタンも押せなくなっちゃったな。
ここに、こんな絵が出てくるはずですね。なんです。いつもは出てきます。で、はい、時間も押しちゃってるんで、ごめんなさい。この絵だけ見て動かしてる気分になっていただきたいんですが、で、そうですね、変異残機ですね。変異残機、なんで、タミフルが効かなくなっちゃったのかっていう話ですね。で、最初に少し言いましたが、この構造っていうのは、タミフルが効かなくなっちゃった、オセルタミビルじゃない、ごめんなさい、ノイラミニダーゼの構造なんですが、そこに無理やりタミフルを入れちゃってるという、そういう構造データです。で、変異残機の場所がですね、この構造2つ登録されてるんですが、上の方はコンフリクトですね。これ、オーサーたちは別に間違ってると思ってないんですけども、データベースの他の配列データベースとかと違うっていうことで、あまり気にしなくていいと思います。で、見たいのはこっちですね。274番目の羊人がタイロシンになっているというのがこのデータなんで、このこいつをクリックすると、この残機がピカッと光って、普段は速さ表示されてないんですけども、この部分の速さが表示されるというのが、この絵なんですが、ちょっとこれ、絵で見ててもさっぱりわからないと思うんですが、くるくる回してみるとわかると思います。で、先ほど表示した結合部位の残機に含まれてない残機だというのがここでわかると思うんですけども、そういう変異だったんだなっていうのが分かっていただけたらと思いますが、ちょっとごめんなさい、見えませんでした。しょうがないですね、待ってても開かない。で、そうですね、生データを、なんか見方を教えてほしいっていうリクエストがあったので、ちょっとだけ触れておきたいと思います。で、データのダウンロードですけども、すごいいろんな種類のデータを公開してまして、PDB とか PDBJ では、ダウンロードっていうタブの中にあります。これ今PDBJ の方の、よろずみじゃない方のページに戻ってますが、動かないな。動いた。さっきのよろずみでもダウンロードっていうのがあるんで、そっちでもいいかもしれないです。で、2つのファイル形式を見ていきたいんですが、ダウンロード、まず PDB という形式ですね。これが以前の公式なフォーマットです。で、 PDB の、どういうファイルかっていう説明は、ここリンクすると開きますね。PDB っていうところをリンクすると、ここをたどっていくと、その PDB のフォーマットの説明があるんですが、今日はちょっと軽く話します。PDB 形式っていうのは、テキスト形式です。で、一行一行がデータの一塊になってます。で、文字数で情報内容を定義って書いてあって、意味さっぱりわからないと思うんですが、どういうことかと言いますと、そうか、生のデータ見る方がいいですね。で、データのダウンロードのところの画面表示っていうのがあるんで、これを押すとですね、ブラウザの中でそのテキストデータを表示してくれるんで、これを押してみましょう。これが PDB 形式のデータです。で、行の先頭にこの行は何のことが書いてあるよっていうことが、書かれます。例えばここはキャブエットとか COMPN、コンパウンドですね、これは。こんなケミカルコンパウンドが入ってますとか、そんな話ですね。で、キーワーズとか、なんかこう頭にこの行は何の行ですって書いてあって、その後は何文字目から何文字目までがどういう情報、何文字目から何文字まではどういう情報というのが決められている、そういう形式です。なのですごい単純なので、
こういろいろツール作る人には分かりやすくて便利なフォーマットではあるんですが、いろいろ問題もありまして、はい、コンパクトで読みやすいんですが、ちょっと複雑な情報はあまり表記できない、記述できないというのと、あと桁を決めてしまっていて、そのフォーマットが制定された時はそんな大きな構造誰も解かないだろうと思ってた構造が、もう30年後にはもうバンバン世の中で解かれるようになってきて、その分子数とか原子数に制限があると、でしょうがないのでデータエントリーをいくつかに分けて登録してたんですが、それはおかしいだろうということになって、もうこのフォーマットを公式なフォーマットにするにはのはやめました。で今公式フォーマットとなっているのは、はい、次の MMShift という形式です。ちょっとごめんなさい、前後してごめんなさい、もうちょっとだけ PDB 形式見ておきましょう。で、だいたい PDB 形式の本体っていうのは、この情報バーッとスクロールしていくと分かると思います。ほとんどこのアトムで始まるところですね。このデータは要するに原子座標のデータなので、まあこれがアトムのアトム行ばっかりです。まあ前の方にはこそこそっといろいろ情報はメタ情報が書いてあるんですけども、アトム行ばっかりで、一番書いてあることは XYZ 座標ですね。この辺に XYZ 座標が入っている、とまあそんな感じです。で ID があって、そのどんな原子かっていうのと、どんな残機に含まれているか等々ですね、そんな感じの情報がバーッと並んでいるという、これが PDB データの正体です。で、今の公式のフォーマットの PDBX と言われている、あるいは MMShift 昔は呼ばれてた形式なんですけども、これをちょっとまあ堅苦しく説明しますと、これはテキスト形式、やっぱりテキスト形式のデータなんですが、 STAR という形式ですね、あまり有名じゃないデータフォーマットなんですが、 STAR というフォーマットに従って、作られた、CIF というフォーマットがあります。で、STAR というのはセルフディファイニングなんちゃらかんちゃらっていう、はい、データがもう少し PDB より柔軟にいろんなことが入れれるデータの入れ方なんですが、区切りを空白か開業かでがあるとデータの区切りだと思うので、そんなデータだと思ってください。で、CIF っていうのはクリスタルグラフィックインフォメーションファイル、結晶構造の、生体分子じゃなくてもうちょっとちっちゃい分子の結晶構造を扱っている人たちが制定したファイルフォーマットですね。それに、生体分子用の MM ってマクロモレキュールという拡張を施したのが MMCIF です。ちょっとその4段階以外ぐらいにこう膨らんでってわけわからなくなってくるかもしれないですけども、そういうフォーマットです。で、このデータはその表のような一つのファイルの中にすごいたくさん60個ぐらいの表が入っているようなデータだと思うといいと思うんですけども、その関係データベースって扱ったことある方いるとすぐスルッと入ると思うんですが、その関係データベースのような使い方をしてまして、ものすごく複雑な情報、関係のある情報を厳密に記述しています。で、欠点としてはちょっとあまり普及してないのでパーサーを自分で作るしかないとか、これを公式にしたのがまだ最近なので、あんまり対応しているソフトウェアがないということですね。まあそういう問題があります。で、CIF形式を見てみたいんですが、はい、この PDBXMMCIF っていうところの画面表示っていうのがあります。これでポップアップウィンドウで、フラットファイルっていうのを開いてみましょう。これがデータそのものですね。ちょっと分かりにくいかもしれないんですけども、アンダーバーで始まるところ、単語が、表のヘッダーみたいなところです。で、データのキーバリューってなってまして、1個しかデータ入れない場合は、で表の列が1個しかないような場合はですね、こういうふうにキーバリューの形式で入っていってまして、
そうじゃない、もっとバーってたくさん何十とか何百とかあるところは、まずループっていうところから始まって、このカラムは何だよ何だよ何だよっていうのがずっと表記されて、その後に、このような表に表形式でデータが記述されるようなルールになっています。でそのヘッダーに書いてあるこのエントリーポリセックなんちゃらかんちゃらっていうのの、意味は、公式の辞書がありまして PDBXMMSHIFT というここをクリックすると出てくる、辞書ページがありまして、ここにきちんと定義されています。で辞書ファイル自体もそのスター形式で記述されていて、スターの読み方で読むと、その辞書自体を、パースすることができるというそういう形式になってます。とどっか行っちゃった。はい。こんなふうに入ってまして、例えばさっきその構成要素ですね、エンティティっていうのが。お話をしたんで、ここにはタンパク質がこれが含まれててとかいうのをしたんですけども、ちょっとそれだけ探してみましょう。はい、テキストの中身探すときはですね、こういうときは指で探すものです。コントロール F を押してエンティティで押すと、はい、エンティティの場所が出てきます。ここの例えばここのテーブルにはエンティティ ID とかエンティティタイプとかいう情報が入ってて、1番目はポリマーだよ、天然のノイラミニダーゼだよとかそんなこと書いてあるというそういう表になってます。分子量とか入ってますね。でこのデータもやっぱり、バーって下の方を見ていくとアトムで始まる、要は原子座標のデータなので原子座標がダラダラと入っているというそういうデータです。17時、ちょっと時間押しちゃったので、もうちょっと詳しい話するつもりだったんですけど、すいません、ちょっと時間押しちゃってるので、ちょっと生データに関して何か質問ある方、大丈夫ですか。ちょっと最後のキメラのところで、はい、あと10分ぐらいキメラの話したいと思います。リクエストに立体構造の構造ビューアーをデモでもいいからやってくれというリクエストがあったので、 UCSF キメラというのをちょっとここで使う話をしたいと思います。UCSF キメラっていうのはですね、まあこの業界ではその 1,2 を争う非常に多機能な立体構造ビューアーなんですが、営利利用で営利目的じゃないならタダで利用することができます。勝手にダウンロードして勝手に使うことができます。ただそのユーザー登録してねっていうダイアログ出てきますけども、NIH の予算を獲得するためのものなんで、ちゃんとユーザー登録してあげてください。別に変なメール来たりしないので。で、そうですね、そういう構造ビューアーがあります。で、さっきの 3CL0 をその UCSF キメラで開いてみようというところで、ちょっとまだ元気が余っててキメラインストールしてみた方はついてきてみてください。はい、これがキメラ のメインウィンドウです。で、昔のアプリですね、ファイルとかで始まるメニューバーっていうのが上にあるわけですね。で、まあいいや、まあ開きましょう。でファイルでファイルオープンですね、昔ながらのアプリですね。ファイル、あ、ごめんなさい、ファイルオープンじゃなかった、ファイルフェッチバイ ID だ。2つ目にフェッチバイ ID というキメラ非常に便利なコマンドがあります。でそうすると、フェッチの、ウィンドウが現れます。でここにいろんなデータベースの名前が載ってますけども、その今回は PDB のデータをダウンロードするので PDB のところに、3CL0 って入れます。そうするともう開きますね。ちょっと普段もうちょっと時間かかると思うんです。これデータアメリカまで取りに行くんで、そこなりに早くダウンロードできないんですが、僕はもう一回ここで開いたことがあるので一瞬で開きました。で、キメラでコードを開く と、ここにタミフルがもう入ってるんですが、さっきほどと同じデータで、でキメラの場合はコードを開くともうリガンドに配位している残機は、
表示されます。なのでさっきボタンを押してやったことがもうこれは開くだけでいきなり見れるということですね。で間違っちゃったファイルを開いた時とかそういう時はそのファイルクローズセッションで一回表示している文章を消す必要がありますよ。で結合部位はこれで見ることができました。はい、まあ背景の話は飛ばします。で変異残機を表示したいんですが、キメラは残念ながらそのどこの変異がどこにの残機に変異が入っているかまでは調べてくれないので手で打つ必要があります。で変異ある部分を選択するのはセレクトですね。ワープロとかでその文字を太くしたりするときにマウスでこう選んだりなんか検索とかで選んだりして選択してで次に何かする太くするとか斜め字にするとかすると思うんですけども、こう分子構造ビューは全く一緒で何かの方法で選んで次に何かの選んでるところに対して何かのアクションをするということで、このメニュー構成はその分子構造ビューの使い方をそのまま踏襲している形になっています。で、今使うのは、残機番号が分かっているので、それで指定したいんですが、今その残機番号のいいツールがなくてですね、コマンドで打ちます。アトムスペシファイヤーというのがセレクトの中にあります。でここで、残機番号の、記述する方法っていうのはこれマニュアルよく読まないと分かりにくいんですが、今はもう答え先に言っちゃいますが、なんだっけ、コロン274だよな。で274残機断面の残機が変異だというのはもう知ってるのでコロン274と打ちます。そうするとメインウィンドウの中で274番目の残機が選択されています。これ緑色になってますね。ちょっと見つかりにくいかもしれないです。でここに対して、いろんなアクションをしていきます。でまずは即座表示されてないので表示しましょう。アクションでアトムボンズでショーですね。で緑に光っている部分が出てきます。ここが変異残機です。で、さっきから表示されているその結合部位活性部位とちょっと見分けつかないのでスタイル変えてみましょうということで、アクションで、アトムボンズボール&スティックで、はい、ここが変異残機だということが分かる。でちょっとこう動かしてみると、はい、届いてないと、タミフルには届いてない部分の残機だということが分かると思います。多分そのあれですね、直接活性部位のところに変異が入っちゃうとノイラミダーゼ活性そのものを失ってしまうので、多分薬から逃れるためにはこうちょっと離れたところに変異が入るというそういう話だと思うんですが、ああそれで、はい、さっき の, モルミルがですね、構造ビューアーが、GitHub に公開されてまして、僕そこから直接GitHub が死ぬ時があるんですね。すごい大損害だよそれな。はい、まあよかった PDBJ のせいだったわけじゃないんですね。はい、はい、ありがとうございます。まあそんな感じでちょっと最後にもう一個だけツールの触り方、サイドビューというツールがありまして、僕これ行く先々で宣伝して回ってるツールなんですが、フェイバリッツの中にサイドビューっていうのがあります。でこれ非常に便利なツールでして、今見てる分子を横から見るツールですね。これが今視点になります。カメラあるいは目だと思っている。でこの赤い線が視野ですね。上と下の視野です。で、でこの縦の黄色い線がですね、文章をカットすることができます。この線で。ちょっとメインウィンドウがこんなふうにすると。でよくそのネイチャーとかで絵が載ってるようなその分子っていうのはある部分にフォーカスして、しかも邪魔な部分を消してる絵が多いんですね。例えばこう変異残機の部分ここだけを見たいと、で周りが邪魔だっていう時はこれでピューって消すとですね、まあこんな感じで、よく論文に載ってるような絵がこれで簡単に描くことができる。はい、それがサイドビューです。
で、時間余ったらもうちょっとそのなんでザナビビルは大丈夫なのかっていうか、オセル、タミフルは効かなくなったけどなんでザナビビルは効くのっていうのを見たかったんですけど、そういうのまでちょっと以前の講習会では、話したこともありまして、それキメラ使ってやったことなんですけども、その時はその PDBJ の、紹介を他の人がしてたんでいろんなことができたんで、ちょっとこの、PDF で以前の講習会というページにある PDF をダウンロードしてやってみていただく と、その辺の変異残機の向きが変わってるんだよ、変異残機の隣の残機の向きが変わってるんだよっていうのを見ることができ、あ、そうか、それはごめんなさい間違えた、そうじゃなくてその部分の、まあ、いや化学構造が違うということが見ることができると思います。で、そうですね、野生型との違いで、そう変異残機の隣の残機の角度が変わっているというのを見ることができるので、ぜひ興味を持った方は見てみてください。で、ちょうど時間だと思います。ん17時10分、あ、そうか、間違えてました。ちょっと端折っちゃった部分あるな、すいません。あの、何か質問ありましたら、補足しますし、生データのところが何かもう少し知りたかったとかあったら、そうか、10分から始める、そうか、せっかく一生懸命何分から何分からって書いて間違えてました。はい、30分までですね。はい、じゃああと20分あるので、じゃあ、あの、時間が余ったらやると思ってたことを、ちょっと大丈夫ですか、質問ないですか。ちょっとキメラインストールできなかった方すいません、もう少しキメラをの使い方に入っていこうと思います。で、以前の PDBJ だけでやった時の講習会の資料をですね、リンクつけときました。今紙でしか持ってない方は開けないですね、ごめんなさい。最後のところにあるこの URL です。あの、紙しか持ってない方すいません、まあ、画面見ててください。で、これ、あの、よろずみがまだ全然違うバージョンだった時のやつなんで前半あんまり参考にならないんですが、ここからですかね、4ってところから、キメラの紹介になります。で、ここで先ほどちょっと説明したメニュー構成の話ですね。で、フェッチバイ ID で 3CL0 を開きました。ちょっと今、あの、アセンブリを表示しちゃってるんで、もう一回開き直したいと思います。クローズセッションで一回データを消して、ファイルのフェッチバイ ID で 3CL0 開き直します。はい、これはまあ先ほどと同じことですね。で、変異残機もさっき見た通りですね。で、これで、サイドビューで、見たいところを見てみると、このここまではさっきと一緒だったと思います。で、複数の構造を重ねてみるっていうのは、あの、構造生物学では日常的にやられていることなんですが、ちょっとその前にですね、構造データの紹介をしたいと思います。今見ている 3CL0 っていうのは羊274がタイロシンに変わっているという、オセルタミビル耐性のザナビル感受性の変異を持っている化合物に無理やりオセルタミビルを入れている状態ということですね。で、3CKZ っていう別のエントリーがありまして、これには、ザナミビルが入っています。リレンザですね、リレンザが入っているという結晶構造です。で、野生型のオセルタミビル、だから効く、野生型には効くので、それにオセルタミビルが入っているデータもありますよということです。で、リレンザ、効く方の薬が入っているデータを一緒に開いてみましょうということで、あ、そうか、その前に変異残機を
選んどかなきゃいけなかったな。セレクトで、セレクト、なんだっけ、アトムスペシファイヤーか。で、274でアプライですね。で、これで選択されて、アクションでアトムボンズショウ、アクションアトムボンズボール&スティックですね。これで変異残機が表示されています。でもう一個のデータを読み込むのはまた同じで、フェッチバイ ID をすると追加読み込みしてくれます。ファイル、フェッチバイ ID、でなんだっけ、3CKZ ですね。 3CKZ、で、追加読み込みされました。で、これこの2つ同じような結晶系で解かれている構造なので、結構重なっているわけですが、まあこれたまたま近いと思ってください。これで物を比べちゃダメです。ちゃんと重ねなきゃいけないんです。あ、そうか、その前にもう一回、そうですね、残機274番目を表示しましょうっていうのが先になってますね。なんで274をもう一回セレクトしてアプライして、でアクションでアトムボンズショウ、アトムボンズボール&スティック、ボール&スティック、はい、これで両方のタンパク質の変異残機の場所が見えています。で重ねましょうということで、キメラ非常に強力な構造重ねのツールが入っています。そのツールの名前がマッチメーカーですね。ツールメニューの、ツールズっていうところがあって、そこにストラクチャーコンパリゾンがあって、その中にマッチメーカーというのがあります。で、これマッチメーカー非常に高機能でいろんなことを選べるんですが、高機能でありながらですね、まあなんか適当に良きに計らってくれよって思う人が多いと思うんで、そのまま使えばいいことになってます。でこの場合はごめんなさい、マッチメーカーで、あ、そうか、マッチメーカーでどっちの分子をどっちの分子に合わせるかですね。まあこれ別にどっちをどっちに合わせてもいいので、適当に1個を選んで、もう片方を選んでアプライを押すと、でなんかうまくいかなかった時はこの辺のパラメータをいじると、多分そのもう少し配列よりも二次構造を重視するとかいうこともできるはずです。でもう合ってるのかな、はい、合いました。でこれ見てわかると思うんですけど、変異残機はほとんど構造変化してないですが、もともとのこの薬の構造の違いですね。青い方と、ベージュの方ですね。ベージュの方がタミフルですね。もう一個の方が青い方がリレンザなんですけども、その構造の違いで、このなんて書いてあったっけ、ごめんなさい、ちょっと忘れちゃった。でこれサイドビュー上手に使ってやるとこういう絵が描けるんです。この辺の構造の違いで、リレンザは効くという話です。この矢印が書いてあるこの部分の構造の違いだそうです。ちょっと僕にもこの、僕はあまりケミカル弱いので理解できてないんですが、論文によるとこの部分の構造の違いで効く効かないが決まっているということだそうです。で次にですね、この日やった講習ではですね、野生型との比較っていうのをやってます。ちょっと時間あと7分ぐらいありますね。ちょっとしつこいですけども、質問あるようでしたらそっちを優先しますが、いいですか。
じゃあその野生型との比較っていうのをごめんなさい、ちょっと段取り悪くてすみません、やっていきたいんですが、野生型の、タミフルがついている構造は 2HU4 ですね。このデータなんですが、これが、さっき言った構造単位が4両体の方が2つ入っているのが、非対称単位ということで登録されている構造になります。で今見ているのはその1両体のものばっかりですね。これで見ようと思う と、かなりややこしいので、ちょっと他の部分を消すという作業が入ってきます。でこれをやっていきましょう。で、はい、あ、そうか、まずは1回一旦クリアですね。ファイル、クローズセッションですね。もう一回フェッチバイ ID で、2HU4 を開きます。フェッチバイ ID で 2HU4、 ちょっとデータ大きいんで時間かかってますね。でこのデータには8本チェーンが入っているんですが、全部同じタンパク質です。で、チェーン A 以外邪魔なんで消しちゃいましょうということで、セレクトでチェーンっていうメニューがあって、今入っているチェーンが、A から H まで出てくるんですが、まずは A を選んで、だったよな。でセレクトインバートっていうセレクションの機能があるので、セレクトメインウィンドウセレクトのインバート、まあどっちでもいいんですが、セレクトデッドモデルズで選ぶと、セレクションが反転します。で A 災害が選択されました。でアクションでクローズ、あ、アトムボーンズ、あ、デリートか、はい、ごめんなさい、ちょっと久しぶりで忘れてました。でこれで消えます。チェーン A だけになりました。で先ほどと同様に 3CL0 をもう一回読んできます。フェッチバイ ID をで3CL0 呼びます。で今度は全然違うところが出てきちゃいますね。なので、マッチメーカーを使って重ねます。 2HU4 の方に 3CL0 を重ねると、でアプライすると、これ中で何してるかっていうと、その配列のアライメントを取ってですね、でどの原子とどの原子が近づけばいいのかという計算をバーッとしている、まあそういう計算をしています。で、で指定したところに行きます。でこういうことをやるときに、どこか訳が分かんないところに行っちゃうことがあるんですね。選択した分子間違えたりして、でそういう場合は、サイドビューにビューオールっていうサイドビュー、さっき開いたサイドビューのウィンドウ、ちょっとだんだん駆け足になってすみません、ビューオールっていうボタンがある、これを押すとこう予期に計らった大きさにしてフォーカスしてくれます。はい、これで今、タミフル体制とタミフル体制じゃないものにタミフルがくっついているのが、重なって表示されています。で、はい、274番目の残機ですね、変異残機を光らせるということをまたします。セレクトアトムスペシファイヤーで274残機を OK で、これをアクションでアトムボーンズショーアクションアトムボーンズボール&スティックですね。そうすると両方の、変異が起きている方、起きてない方のが重ねて表示されまして、この残機の方向はほとんど変わってないというのが分かるかと、分かりにくいですけど分かってほしいな。で、こういう時はサイドビューですね、サイドビューでちょっと邪魔な部分を
削ると、はい、これが変異残機の両方の変異残機、変異している残機と変異していない残機で、表示されてない、これどうやって表示するんだっけ。隣の残機が、残機276が表示されてないので276も表示されるっていう、表示させるっていうのがあるんですね。それでそれをすると、はい、この絵のように、まあ、やりましょう、頑張って。アトムスペシファイア、セレクトアトムスペシファイアで276でアクションアトムボンズでショーってやると、変異してある方が、変異してる方が青い方ですね、後で開いた青い方、変異しない方のこの残機が、こっちです。だからこの残機の変異のせいで、この活性残機ですね、タミフルに結合していると思われる残機の角度が変わっています。これがそのタミフルが効かなくなった理由だろうとこのオーサーたちは言ってましたという話です。そろそろ時間ちょうどいいかと思います。